はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は、音楽の話題ではなくてですね、こういうあのモルダブルグルなんかようわからんですけど、名前がね、あのスグルっていうね、スグルーグルーグルーっていうのはこう、まあ、接着剤ですね。接着剤なんです、これね。あのこんなテレビでやってましてね、それをどうにか、このアマゾンで手に入れたんですよ。2000いくらしましたけどね。これをこうやって、あげると、この中にあの粘土のようなものが入ってるとこういうことなんですけどね、よいしょ、案外袋は硬いですね。よいしょ、ということで、はい、一回が3、これ8個入ってるんですね。8個入って2000いくらですから、3×24、はい、300円分ぐらいですね、これね。で、これをこうやって取りまして、こう、ゴム粘土みたいに、こうなってるんですね。で、こうやってこう、練ってですね。で、僕は、あの、これを何に、やりたかったかというとですね、はい、この、定番のソニーのマイクですね。マイクじゃあヘッドホン。ヘッドホンがですね、こんなことなって、ちぎれそうになってるわけですよ。で、セロテープで何度もこう巻いてたんですが、なかなかうまくひっつかないし、これベト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 するしですね、これはちょっと、もう修理に出すしかないかと思ってるときに、テレビで放送してたんですね、このスグルーがですね、吉本芸人が出てる、スチコさんとかが出てる番組ですよ。多分10チャンネルだと思うんですが、で、これ、取っとけよっていう話ですよね、もっとね、早くね。このこっから見せるのかっていう話なんですけれども、はい、ちょっと早送りしましたが、こうやって、こうもうちぎれかけになってたんですね。これをどうやってこれで強化するかです。で、まあ一応ヘッドホンが鳴ってることね、これ確認しておかないとね、これなってないと、もう全然意味がございませんのでね。で、これこうして、さっきのですね、これですね、これ、大体ね、あの、なんか24時間ぐらいあると、乾くっていうことなんですけど、これでですね、ちょっと、補強をしてみたいと思います。ですね。こうやって、こうしてですね、こうやって巻きつけるわけですね、こうやって。ちょっとね、でもあの困るのはね、これあの匂いに弱い人はちょっと大変ですね。ちょっと匂いがします。はい、でもね、これがこう、このゴムビニールみたいなね、素材と
同じようになるらしいです。今一生懸命丸い形にですね、こう整えてるわけですね。なかなかいい感じですけど、まあ、この辺もビデオ編集するときはですね、早送りしようとね、思っておりますが、お、なかなかいい感じでね。薄すぎてもダメだし、この太すぎてもなかなか乾かないんじゃないかっていうね、その微妙なところがですね、だいぶ、形になってきましたね。こんなところでどうでしょうかね。これで、はい。見えますでしょうか。これ、こんな感じにですね、はい、できました。見えますか。後ろにこうやって押したら、はい、こんな感じ、こんな感じです。あとは24時間経ってこのビニールと同じようになるかで、ベトベトもしなくなるという話です。話ですが、これをですね、これね、これを使うとですね、鍋の蓋までですね、この取ってっちゅうんですか、そんなんまでできて、耐熱もあるとかいう、もう優れたやつで、だからスグルーという名前なんですけどね、スグルー。ということで、今日はまたこれをですが、どうなったかをね、次の動画でレポートしたいと思います。今日は音楽ではない村長でした。